静岡市の海岸に来ています。少し歩いてみるとご覧のように流されてきたゴミでしょうか、タイヤや奥の方にはプラスチックのゴミなどいくつか見受けられます。河川や海岸でたびたび見られるプラスチックゴミ。環境省によりますと、日本は人口1人当たりのプラスチック類の廃棄量がアメリカの次に多いといいます。海洋生物や人体にも影響を及ぼしかねないマイクロプラスチックなど、世界的にも問題となっているプラスチックごみ、静岡市内ではどう処理されているのでしょうか。こちらっていうのは、はい、これどういう施設になるんですかね。はい、こちらは、ゴミピットという施設になります。ご家庭の近くの集積所から、パッカー車によって集められたゴミが、一旦、貯留する、ところになります。こちらの沼上清掃工場では1週間におよそ1400トンの燃えるゴミが集まります。これは静岡市内全体で出る燃えるゴミの半分ほどの量です。おととしのデータで静岡市の集積場に運ばれた家庭ごみは年間およそ12万トン。市ではペットボトル以外のプラスチック類を燃えるごみとして回収していて、その量は燃えるごみ全体の2割ほどを占めています。県によると、実は県内でプラスチックごみを燃えるごみとして扱っているのは静岡市と南伊豆町だけ。他の市や町にとっては当たり前の分別という作業がありません。そうした中、静岡市でこの分別をめぐり動きが出てきています。これまでですね、静岡市プラスチックごみについては燃えるごみとして処理をしているんですけれども、これについてですね、昨今のプラスチック事情というかも考えますと、このあたりについて分別を検討する時期じゃないかということで、そのあたりの検討に入っているところでございます。静岡市でも焼却処理していたプラスチックごみを分別し、リサイクル資源として活用していけるよう動き始めていくといいます。そもそもなぜ今までは燃やしていたのでしょうか。干しや瓶、缶と比べますとリサイクル率が低くて、発電用の燃料にリサイクルされている事例があるなど、その点では決してリサイクルが、技術がですね、優れているとは言えない状況でありました。こんなような状況であればですね、市が発電機能を備えた清掃工場を整備して処理することが有効であると、そう判断して分別を行ってきませんでした。静岡市の清掃工場は現在プラスチックごみなど不純物も一緒に燃やすことで火力を上げ、その熱で発電を行っています。そのためプラごみの分別は急務とされていませんでした。理由は他にも。本市のように近隣に施設がない場合、遠くまで運搬するのに新たな環境負荷がかかってしまいます。つまり発電効率や運搬コストを考えると、分別するよりも燃やした方がいいという考えです。ただそう言っていられなくなった背景が、リサイクル技術の高度化やカーボンニュートラルへの対応、こういったものが近年プラスチックを取り巻く環境がですね、変化してきた。でプラスチックを分別収集した場合の本市のモデルをですね、環境面、経済面について再検証する必要があるということで、検証したところ、環境面においては一定の効果が認められたということが背景にあります。 SDGs を推進する静岡市としては、自然な流れともいえるプラスチックごみの分別化、一方長年プラごみを燃えるごみとして出してきた市民の本音は。よその人がもうとっくにもうね、やってんだからさ、こんな大きい人がね、今どきそんなこと言ってること自体が言っちゃあるけど、こうごてごて個人の負担というか、言っちゃうとちょっと面倒くさいような部分ではあるんですけど、一人一人がこうやって、その問題とかに向けて、協力できる形になっていくのは、いいことかなというふうには思います。
ゴミ捨てる時だけ、まあ、ちょっとその、まあ、分別の作業が増える手間がちょっと増えるだけなんで、まあ、個人的には全然いいことかなというふうには思います。分別方法の転換期を迎えた静岡市、現状詳しい回収方法や開始時期は決まっておらず、今後具体的に検討を進めていくとしています。環境面、経済面、社会面、その 3点をですね、総合的に、より良いものとして市民の方々にとって、どのような回収の方法が一番、手間をかけないのかとか、そういったことを、総合的に考えながら、制度設計の方を検討していきたいと考えています。毎週欠かせないゴミ出し、今後静岡市民の生活スタイルに変化が出るかもしれません。